皆さんこんにちは。今回の動画はフレーズの練習シリーズの名でパート5でございます。B メロが前回で終わったので、今回はサビの部分でございます。ラストです。では早速こんな感じでやってみます。今回もいつも通り140ぐらいのテンポでいきます。1、2、3、4。という感じのフレーズでございますので、よかったら参考にしてやってください。先に言っとくと、これをもうちょっと続ける形になるんですけれども、繰り返しのフレーズでございます。半音下げのチューニングでいきましょう。はい。で、見てもらった通りですね、ここからあんまり動きません。なので先にポジションを作っておきましょう。人差し指、僕の場合は人差し指で3弦の16。お。で、中指で2弦の17。で、ここは小指でも薬指でもいいんですけれども、1弦の19、この3音を基準の音にしてあげてください。はい、では早速いきましょう。で、まずここいきましょう。で、この2弦の17フレットが、小節の頭になるわけなんですけれども、前の小節の一番最後にこの3弦の16が入ります。なのでつなげてやるとっていう感じに聞こえます。なので頭の中の理解的には3弦の16を、前の小節の最後に弾いて、で、小節の頭に、2弦の17が来るっていうイメージでちゃんとやってあげてください。はい。まあ、その細かいことはちょっとじゃあ置いといて早速いきましょう。まずですね、3弦の16をバスと弾きます。で、次、2弦の17を弾きます。そしたら、3弦の16を2回。で、次、ここで登場に1弦の19。ここ。で、ここまで弾いたら、また3弦の16に戻ります。うん。そしたらですね、2弦の17行って、で、ここ、小節の一番最後。3弦の16。って感じでございます。うん、こんな感じ。次はですね、って感じです。こんな感じです。ですね、まず3弦の16を弾きます。そしたらですね、ちょっと弦が飛ぶんですけども、1弦の19に行きます。1弦の19、行ったらまだ3弦を2回、3弦の16を2回。で、ここからですね、小指を付け足したりします。まず2弦の、ここで初めて登場、2弦の19。で、2弦の19を弾いたら、3弦の16。で、次、この小指を離します。離して、17を弾いて、1弦の19に戻ります。あ、ごめんなさい、3弦の16です。つけて、3弦の16弾いて、離して、16弾く。
こんな感じでございます。ちょっと最初からつなげてやると、こんな感じでございます。でですね、今やったのを、ずっと続けるわけなんですけれども、さっき言った、前の小節の一番最後に、最初の塊でやった通りですね、前の小節の一番最後で3弦の16を出しました。で、こんな感じで弾きました。ですけど、小節の頭に来るのは、この音だよってね、さっき言ったと思うんですけれども、この音から始まる、始まって、ってなったらまたここからこういう感じでずっと続けてあげます。なんとなくわかりますかね。小節の頭のこの音からの、一塊二塊をずっと続けてあげる。っていう感じでございます。小節で考えるとそんな感じ。けど、で、それをこうずっと続けていくわけなんですけれども、フレーズとしては見ると、この3弦の16から始めるっていう考えてもいいんじゃないかなっていう感じで、やらさせていただきました。ですけど、続けるのは、ずーっと続けるフレーズとしては、こっから。これをですね、もう漏れなくサビの最後までずっと続ける感じになりますので、で、また、また何かが入って何かが入ってっていう感じでなります。でですね、今回ですね、小指でやっても薬指でやってもどっちでもいいかなっていう感じで、自分のやりやすい方でやっていただいて、ピッキングも僕はですね、ダウンダウンアップダウンダウンみたいな感じで、だいたいそんな感じで、ダウンの3弦の16はこうダウンで2回弾いてっていう感じでやってますので、わからねえなみたいな感じであったら、ぜひ真似してやってくださいませ。はい、今回はですね、メイデー最後、サビをやらさせていただきました。ありがとうございます。今回の動画もありがとうございました。またよろしければチャンネル登録やグッドボタンの方お願いいたします。こういうプチシリーズまた、やれたらいいなと思いますので、またよかったらリクエストくださいませ。それでは皆さん、また次の動画で、バイバイ、また。